はい、こんにちは、けいこです。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。この前、天智がね、NSR の動画上げてたじゃないですか。なんか、こうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないかみたいなね、動画を出してたんですけど、あれにね、やっぱり NS の紹介動画出してくれっていう声がね、すごい多いんですよ、正直。なので、今回軽くですけど、ここ、近畿スポーツラボさんから、はい、NS のね、あれについてお届けしたいと思います。はい、まずフロント周りですね。スタビライザーか、スタビライザー、これね、ないときついですよね、NS。 だからスタビに TTS さんと入れて、あ、スタビとトップブリッジか、そう、スタビとトップブリッジを TTS さんと入れて剛性をアップさせてます。ハンドルもだ、ハンドルも TTS さんで、シートパイプの加工をしてありますね。オイルはエンジン圧縮のサスペンションオイルが入ってます。これ最強なんて、マジで、これ最強なんて、マジで、これ最強。 NSR 同様、富永レーシングファクトリーさんのガードがついて、もうね、使っちゃってるんだけどね、うん、これもう役立ってる証拠ですね、はい。で、我ら足元を温める LTR のタイヤウォーマー、ちょっとね、癖強いんですよ。でもね、これめちゃめちゃ面白くて、達也も使ってます。めちゃくちゃ面白いんですよ、これ。超高性能輪体用電熱台加熱後猛ダッシュニトロ田中魂。ぜひですね、ケンケンチャンネルちゃんと入って、ステップは富永さんのですね、愛から使っております。これが一番気になるのかな、みんな。リアサス、リアサスなんですけど、NS のやつって、だいたい QJ1 かクアンタムの、まあ、15万ぐらいするやつだよね、あれね。高いんですけど、一応最初に、こんなにやってるけど、ね、こんなにやっといてお前言うなよって言うかもしれないですけど、本当練習だけで乗ろうと思ってたんですよ。だから、そんなに高く予算つけられなくて、よく考えてやったんですけど、NSR とか NSF100 のリアサスをつくように、ダイレクトドットコムレーシングさんに作っていただきました、アダプターを。これここね、だからここサスペンション今入ってますけど、サスペンション自体は NSF100 のノーマルのサスペンションが入ってます。はい、ノーマルですからね、はい、純正品が入ってます。そうで、そこにバネを、昔の RS125 のバネを使ってます。なんでいいかって言ったら、NSR 用だと、まあ、これだいぶサスペンション寝てるんで入らないですよね、あんだけ硬いと。 NSR とかってもう、だってこうやって角度が全然違うんですよ。そう、角度が全然、こうやって寝てる角度が違うしっていうのがあるんで、このバネを使ってます。これが一番いいんですよ。このバネって何年式だっけ？これ9号バネ。9号バネって1種類しかないの、強さ。いや、何種類かあった気がするんだけど、9号バネの赤バネ。どうでもいい。埼玉の赤バネじゃないです。赤バネって埼玉だっけ？東京だっけ？まあね、ちょっと細くて長いバネが入ってます。まあ無理やりつけてるんですけど、つくんで、これをつけると、いいです。0G の時に、今の状態で、車重で下がらないんですよ、長いと。ここからストロークが始められるんで、だから本当だったらもっとストロークが長いサスペンションが必要なんだけど、バネを長くしてそれを対応してる感じです、はい。で、NS50F のリンク使ってます。大体ね、みんな17インチ乗ろうと思うと NS50R のね、近づけのやつ使おうって言うんですけど、正直このサスペンションだとこっちの方がうまく機能します。多分 NS50F を買って、 R のスイングアーム買って、 R 用の NS50R 用のリアサスを買ったっていう予算がある方は絶対こっちの方がいいと思います。他に使える、いや十分なんでね、正直。チャンバーはターゲットさんのですね、使ってます。
ターゲットさんの NS50R 用ってやつなんで使ってますね。でまあそうです、これとね合うのがねやっぱりファンネルなんですよ、ファンネルね。でこのチャンバーだとやっぱりね下が結構出るんですけど、上がねやっぱどうしてもいかないっていうか、上があんまり吹けないんじゃないんだけど、こう伸びていかないなっていう時にファンネルの長さをめちゃめちゃ長くしたんですよ。ウコーレーシングさんなんですかね、ウコーレーシングさん多分調べた中では一番長いやつなんで、これがセットだとよく走りますね。はい、よく走ります。自慢したい点だけで言ったら、俺が塗装したカウル俺が塗装したカウル。この辺自分の手で切ってますからね。あの近くで見るとね、角が丸くなかったりするんですよ。これもこの辺も全部自分で切ってます。はい、まああとそんな感じで今回はシートカウルにもカメラをつけました、ね、シートカウルにもカメラをつけました今回。はい、これで後ろから攻めてくる奴らの動画が多分俺の普通の動画で上がってるはず。スロットルはハイスロー入ってます、スーパーハイスロー、もうこれしか開かないです。はい、そんな感じで、エンジンはあの長尾家のあの親父がいじるの好きなんで、好きなんじゃないのかな、うん、好きじゃないんだけどやってくれてるから、やらなきゃいけないみたいな使命感を持ってくれてるんで、あの親父にお願いしてます。はい、親父がやってます。サーキットであの見かけたら、あのエンジンちょっとメンテナンスしてくれませんかって言って、もしかしたらやってくれるかもしれません。あ、もちろんはい、まあそんな感じで紹介していきましたが、部品が少ないんでね、かなりシンプルなバイクなんで、そうシンプルなバイクだし、サスペンションとかタイヤもグリップしないんで、勉強するには最適です。はい、このバイク速く走れたら1000まで行けますか、真面目に。なんで、ね、なかなか俺がモタードで練習してるのなんて見たことある人いないと思うんですけど、本当に俺これしか乗ってないんで、はいはい、まあぜひよかったらね、あの NS50 のレストアとかって言って、本当3万円ぐらいで安いの出てるんで、それでちょっと一回試しに作ってみて乗ってみたらどうかなと思います。あの若い子はぜひこれ乗ってください。 NSR なんかで早く走るよりもこっち乗った方が先にがあります。ぜひご検討もね、乗りたくなったでしょ、お待ちしてます。はい、NS 撮るんだぞ。じゃあということでね、次はね僕の NS の紹介をねしていこうと。そんないらんわ